こんにちは、引田さん。こんな格好ですいませんけども、画面上に線を引くためのペイントってソフトを起動しますね。ちょっと画面をパソコン上に切り替えます。はい、画像にですね、マウスを合わせてクリックの右側を押すんですよ。そうするとこういうのが開きますんで、編集というところに行ってください。そうするとこうなりますよね。で、ここでですね、線を引くときは色を指定して、例えば黒にしますね。右側にパレットがあると思いますから、いろんな色のカードがあると思いますから、こうクリックして、その次に線の幅ってのがありますから、線の幅でちょっと太めにしましょうか。太いのを作りますよね。で、その次もうちょっと左に行っていただいて、いろんな図形があるじゃないですか。その中で線をこうやって選択します。そうすると線が引けるようになります。この画面上でクリックをして、線を引きたいところまでぐーっと伸ばしてですね、そしてこの辺で離すと、これで線が引けるわけなんですよ。よろしいですかね。もう一回やりますよ。右側の方に行って、パレットで今度は、赤を選択してみますね。赤を押して、線の幅を選んで、で、図形の中で、じゃあ、今度この線をクリックしますよね。すると今度は赤い線が引けると思うんですよね。こうですね。これちょっとやってみたら、いいんじゃないかなと思いますね。はい、いかがでしょうか。いかがだったでしょうか。わかりやすかったですかね。ちょっと試してみてください。こうやって一つずつパソコンのスキルも身につけていただければと思います。それでは失礼します。